さてさて、夢かうつつか幻か、訪れたるは己と引き換えに全てが叶う自由な世界。さあさあ、叶えたい願いを持った本日のお客様は。벌써이것도여섯번째인가어왜어어お目覚めになられましたか。本日のお客様、吉野様。あの、すみません。誰でしょうか。ロイが이름에써있는숫자대로공략을할걸그랬어요。失礼。自分としたことが申し遅れました。自分はこのうつろな世界の住人にして、夢の請負人、希望の導き手にして、哀れな道化。名を、レンと申します。どうぞお見知りおきを。夢の世界？名前はレンさんですか？의심할줄올라가지고그냥완전히믿어버리는거야？私に何かご用でしょうか？自分はあなた様のおかげで長き封印から解き放たれました。この感謝、感激、とても言葉では言い表せません。つきましては、요시노가일단외모는어려보여도얘들이정령이된그러니까호적상의나이로따지면은호적상의나이로따지는거뭐그런설정이있나뭐일단외모는롤이니까뭐롤이캐릭터로분류하죠自分が立ちどころに叶えてみせましょう。호적상으로는헛밥일지도몰라。ただ一言つぶやくだけ。それで全てが思うまま。さあさあ、あなた様は何を願われますか？そんな急に言われても願いだなんて。ねえねえ、レンちゃんさ、肝心な人を忘れてるんじゃない？吉野の願いは叶えてくれないの？토끼인형의소원이라もちろん、ヨシノン様のことも存じております。ヨシノ様の親友であり戦友、良き理解者であると。エグザクトリー。いや、ヨシノもずいぶん有名になったものだね。それなら、ヨシノの願いをズバリ教えてあげちゃうよ。自分としましては、吉野様さえよろしければ、吉野様が願いを言っていただいても構いません。何なりとお申し付けください。ズバリ願いは獅童君とイチャイチャすることだよね。最近は随分ご無沙汰だったし、お決まりのイベントとかキスぐらいしてもバチは当たらないんじゃないかな。吉野、私はそんなこと。공략한다음에애프터케어를안해줬구만。시도さんはいつもよくしてくれて、明日もお休みなのに私のために付き合ってくれて十分なくらいだもん。私の願い、もっとしどさんとお話ししたいです。私はあまり話すのが得意じゃないから。이래서학교에등교를시켰어야되는거야。私が楽しい話をしてあげられたらって。可愛らしい願いですね。承知いたしました。등교를안시키니까아침드라마、낮드라마、그런주부들이보는드라마를열심히시청하다보니내가너무조숙해졌어。私はどうしたらいいでしょうか。何も気にする必要はございません。すべて願いの通りに。それでは明日は存分にお楽しみくださいませ。自分はこれにて、またの機会にお会いいたしましょう。結局何だったんだろうね。本当に叶うのかな。頑張る。
요시노의 진심모든가? 이제 진심으로 시도를 공략해버리려고? 어째 게임이 이제 길어지다 보니까 정령들의 시도를 공략한 그뭐 그런 구도가 되기도 해요. 初めましてと思ったんだけど、どこかで会ったかな。そう、自分はレン。あなたが5日指導だよね。いや、大した要件ではないのだけれどね。 今から吉野とのデートだろ。いつも左手に人形をつけている面白い子だよね。そう、吉野だ。すごいよね。まるで生きているみたいだ。 예, 머리 장식에 저 포도도 있고 고유 결계를 펼쳤을 때 배경에 포도가 떠 있기도 하고. 吉野にとって吉野は友達では。 あなたにとってはどんな存在なのかな? 렌의 천사가 포도하고 관련이 되어 있다던데요? 헤? 시도にとっても 吉野は友達か? それならそれ以上の関係になることもあるのかな? 어っと 変なことを言ってしまったかな? これ以上余計なことを言う前に退散するとするよ。 それじゃ またね。 글쎄요. 캐릭터 디자이너에게 원작자하고 캐릭터 디자이너가 알고 있을 텐데. 그러고 보니까 한정판에 저 렌하고 관련된 소설이 특전으로 껴있던 걸로 홈페이지에 나와있거든요. 오하요고자이마스시도센파이 선배? 오카시데스코? 오나지 학교니 가요나라 센파이데스시 소레니 코노호가 시도선가 요르코보 이대로 고등부로 편입하는 거야? 중등부 건너뛰고 바로 고등부로. 내추럴 지골로. 뭐야? 잃어버리는 거야? 요시노의 몸통 박치기. 아이고, 입에 빵을 몰고 뛰어와야지. 그래야 길 모퉁이에서 부딪히지. 입에 빵을 몰고 오는 것을 빼먹었어. 소난데스카? 미쿠산이 키테 와타시모 놀라이탄데스케도 그냥 길 모퉁이에서 부딪히기만 해서 럭키스케베가 발동되는 거 아니라고. 미쿠짱이 유니와 아사노 통학로では 女の子同士が 마가리카도에 부딪혔대. そこから 恋が 始まるって 話だったけど. 자자 다음 테이크 다음 테이크. 파린와 야, 근처에서 식빵을 하나 사가지고 입에 물고 여기서 달려오는 거야. 있겠습니다. でも恋の始まる可能性もあるんでしょ?今、吉野と指導君ぶつかっちゃったね。キャーン、恋の4日。うん。コメント하기 전이라면은 여기서 판치라가 나올 듯 하지만 본진이 미국으로 바뀌어 버린 소니에겐 그런 걸 허가해줄 수 있는 그런 이유가 없어. 자식을 갖다리와 시나인데스카?
皆さん学校へ行く前には朝の買い物を楽しんでるって。指導先輩はしないのかなって。학교가기전에뭔쇼핑을해?かぐやさんやゆずるさんです。新商品のお菓子や新発売の雑誌を誰よりも早く手に入れてクラスで話をするそうです。すみません、いけないことなんでしょうか。いえ、大丈夫です。気になっただけで、私も特に欲しい。정량의힘을이동하는데쓸수만있다면은걔네들은딱히 지각걱정없을테니까. 혼자봐야죠. 자연스럽게저토끼인형이껴있는왼손말고오른손을잡아야될텐데.예, 그래와.自分でしてみたくて。아들인싸입니다. 카고야도 뭐 여기저기 부활동 게스트로 여기저기 불려가가지고 도와주기도 하고 앙코르에서 꽤나 그 둘이 학교 내에서 인기가 많은 모양이더라고요.카고야하고유주루하고몸이바뀌는에피소드.하이.시도선배.아리가토고자이마스.그선배라는설정계속유지하고있네.모토도키도키토와쿠와쿠가알까토모타노니.소데스네.토카산와迷子の子供を親御さんのところに届けたり、道路を渡れずにいる高齢の方を助けてあげたりしたそうです。그런데요시노가어떻게다른애들등교하는뭐그런패턴이라든가어떻게다알고있는거지?吠えられて遠回りしたり、怖い人がいて遠回りしたり、危険がいっぱいだと言っていました。아침이는너무걱정이많은거고.ですよね。私も夏美さんはすごいと思います。いえ、楽しかったです。折り紙よ。あれ、いつかくん?休みの日に学校の前をうろついて。たまちゃんいだ。どうしたんですか?일단이렇게세워놓고보면은거의나이차이가안느껴져.히르노학교에신입이건데마도가라스?난데そんなに思い詰める前に私に相談してくれなかったんですか?타마선생님이학교다닐때는창문유리좀깨고다니셨나?역시夜にやるための下見そんなに支配から卒業したいんですか?でもそれを止めるのが教師である私の役目負けませんよ.집에서졸업은또뭔소리지?중2병관련인가?어?이츠카군,와타시와신지테마시타요.이츠카군와悪いことをしたりしないって.さすが와타시노세토데스.다행이야.용왕이하는일에야이치였다면은지금이상황복격당하고신고당했을텐데.ってわけにはいきませんけど.どこを見たいんですか?はい。학교식당?学食が見てみたいです。わかりました。特別に許可しちゃいましょう。私は素晴らしい先生ですからね。ただし、いつかくんがちゃんと見ててあげるんですよ。이학교이름이뭐였지?저기오른쪽타마뒤편으로적혀있긴한데라이젠이라고있는거였던가?
によく出てくるので、一度見てみたいって思ってたんです。ここが、この学校で一番危険な場所なんですね。그러면이사장은はい。最初は料理の争奪戦。料理を確保した後、우연이죠。限りある席の争奪戦。어쩌다보니 誰が指導先輩のお弁当とおかずを交換するかの争奪戦が日々行われていると。남편과와인이수집이취미인이사장이있을지도몰라。疲れを取るはずのお昼休みにそれだけの戦いをしないと生き残れないなんて。吉野が何の準備もなくこんなところに来たら入り口で震えて動けないとこだったんよ。いつか来るべき時のためにここだけは見ときたかったんだよね。そうなんですか。さすがは指導先輩です。それなら皆さん楽しく過ごせますね。すみません、今日は勘違いばかりで。よかったよかった、このウサギパンチに血を吸わせる必要はなさそうだね。ウサギパンチ。マネトッキーの물어뜨는거아니었나。안티오크의성스러운수류탄이필요하다。시도사今日は楽しかったです。本当にありがとうございます。ねえねえ、かわいい後輩にお別れのチューはないの。이번에나오면은 TV 판이사기던가요。何もそんな本格的なやつとは言ってないよ。軽くほっぺにチューくらいだってば。あの目をつむってもらえますか。입술과는다른 야시도군노라기스케베스미마세쯔마자이테시마테세상에요시노과키스라니ちょっと요시노니와나니모나시나와케가리니모오토메노쿠치비루오우바테오이테소레와나인자나이노일단본인주장으로는여자구나大人の階段登っちまったぜ。シードー君ったら、みんなといつもあんなに激しいキスをしてたんだね。おかげで吉野も真っ赤だよ。이젠살다살다봉제인형하고아예봉제인형에게키스를받는처지까지死んでもらえるよう、いろんな話をしようと考えてきたのに。뭐공원은아니더라도라타토스크에서좀수고비같은것은들어오겠죠。そんな、私は変なことばかり言ってしまってすみません。뭐이소녀하렘이겉으로좋아보이긴하는데
얘네들 잘못 대응하면은 나이스보트가 언제든 도사리고 있으니까. 시도선은 괜찮으셨습니까? 잘못 삐끗하면은 나이스보트 당하는 신세인데 돈이라도 좀 두둑히 받아가면서 일을 해야지. 요시노 謝ることないよ. 지급된다고 해도 코토리가 중간에 가로채갈 확률도 있어요. 중간에 코토리가 여동생으로서 지갑 관리한다고. 그리고 얘네들 뭐 토카 같은 경우엔 식비도 많이 들고 그런 토카의 호감도 유지를 하기 위해서는 시도도 뭐 계속 요리 실력을 쌓아야 되고 식재료도 사야 되고 이에? 마사카 시도의 코나미가 우사기산다토와 오모와나카타와. 소랴 왠지 코토리 성격이라면은 마사카 시도니 そんな 취미가 있다고는 思わなかったけど. 왠지 그럴 법 했다가 해 가지고 그럴 법 해 보여 가지고 그냥 한번 말해 본 거고요. 본편에서 그런 언급이 있었던가는 잘 모르겠네요. 말 그대로 주부죠. 시도의 지금 역할은 365일 휴일이 없어. 이츠카산치노 시도군. 小さな女の子がつけたパペットにキスしてたらしいわよ. さすが性癖がとどまるところを知らないわね. なんて噂が流れないように少し手を回しておかないと. 봉지인형에게 키스. 余計な仕事が増えちゃった分今日の晩ご飯は美味しいものが食べたいわね. 初めてをシドウくんにあげちゃった。すみません、つまずいてしまって。